はい、みなさん、こんにちは。クエクセインコースの佐々木ロミです。本日は令和五年司法書士試験の一発合格をされました。長谷川田本さんにいろいろインタビューしていこうと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。まず、あの、早速なんですが、はいえー、司法書士を目指されたきっかけ。だとかっていうのは、だとレックを目指した。あまあ、あの、決め手ですね。はい。なんでしょうか。あ、そうですね。もともと、あの。 陸上自衛隊であの幹部自衛官として勤務してたんですけどもあの将来的に自分で独立して事務所とか会社を持ちたいなっていうのを気持ちがあったのとあと、自衛隊の仕事の中であの法律に興味を持つような出来事がいくつかあったのでそれも踏まえて法律職の司法書士になろうと決めました。はい、その時、じゃあその司法書士を目指す って言った時から、どうやってなんか情報収集だとかしていきましたか。そうですね。最初は、あの、仕事を辞めて、あの、まずはインターネットとかで。あの、司法書士の予備校を探して、そこで、あの、レックさんに資料請求なんかをして。はい。じゃ、あその資料を見て。はい。あの、まあ、よし、これで行くぞっていう。そうですね。最初は、あの、資料請求だけして、仕事を辞めた、あの、嬉しさとかで。 ずっとあのダラダラ過ごしてたんですけども <laughs> あのその中で資料請求したレックからあの電話で実務家講演会が池袋であるので来ないかっていうふうに誘われてでそこで行った講演会がすごく面白かったのでその場で申し込みました。あはいいあああのののの学習開始当初からまああのね、私の生クラスで受講されていて結構その ガッツがあのすごかったのを覚えているんですがであのかなりねあの良い成績であの最初からずっとテンション高くモチベーションもあまり下がることがなかったように思いっり受けするんですがあのもう一発合格しか考えてなかった感じですかそうですね基本的にもう一発で受か るんだっっってていいう気持持ちははずっとってました、はい、でそれもねあの私あのずっとねあの生でいろいろお話を伺ってたのであのその意気込みっていうのはずっと聞いてたんですがあのすごくねあの直前期の模試とかも成績良かったんですがちょうどあの今日ね成績通知持ってきていただいたんですがこれがあの本試験合格した、えー、ねあの今年のお得点なんですがあの総合66位。 あの合格されてであの満遍なくねあの卓越も記述もあの良い点数を取れたという感じなんですがあの,常習の出来あでもやはりこの中であの得意な科目苦手な科目だとかあったと思うんですがあの一番得意好きな科目は何でしたか 得意で好きだったのはやっぱり会社法・商法です、ねはいまあねあのしっかり得点源になってるんですが、はい、でその会社法商法って一般的に初学者の方にとってみるとすごくハードルの高い科目ではあるんですが、はいあのね、私のクラスでそのトライアルテストというね、えー、満点取りなさいよっていうねちょっとあの、ね、厳しめハードルのテスト前の全科目で実施してるんですがでそれが良いあのモチベーションになってたようにね、はい考 思ってたんですが、そのトライアルテストって最初から順調でしたか？いや、最初のあの一回目、二回目は全然満点取れなくて、うん、はい。で、ね、まあ、あの他の人たちがすごくね、あの良い成績。まあね、あの満点取れなかったと言っても、その中でも結構上位ではあったと思うんですが、そうですね。でも、やっぱり一位じゃなかったで。<laughs> それがすごい。あの満点でもないし、一位でもないっていうのが、結局、一回目、二回目は満点いなかった。うん えっと、そうですね民法不等満点いなかったんですが、ね、<laughs> 点はいなかったけどあの自分は一問間違いとか言う人もそうですね自分よりは上,上はいたっていうのがすごく悔しかったですね、うん、覚えているのが<っ>じゃあそのね、えー、2回満点取れなくて次こそ絶対会社法で満点取りますよってこう事前予告していただいて<っ>であのね満点取ったら僕金髪にしてきますとそうです、ね、<laughs> <laughs> であの私が教室に入ったらわー金髪と思って<へ>っ <laughs> であのそこで「 すごいかったのが会社を以降結局全部満点取れましたねそうですねちょっと自信がついたっていうのとやり方がそれで固まったのののがあるのである、えーはい、でで今回ですねあの教材をいくつか持ってきていただいたんですがであのまずテキストですねこのレックのテキスト「ブレイクスルーテキスト」というねあの共通テキストなんですが、えー、このテキストですねあの そうですね書き込みだとかも、まあ、適量かなと思うんですがこの辺り私も結構講義の中で書き込みだとかの指示はしていくんですがあのチェックカットという形でやらなくていいところをカットというふうに言っていくんですがでもあのカットの歌詞はもう本当にノーマークというかあ何の面も入ってないっていう感じではあるんですが、はい、やるとこうチェックにもうですね、うん、もう先生がやれって言ったところはやったしやらなくていいって言ったとこは本当に手つけなかったところは手つけなかったですね。うん であの復習の方法なんですが、はい、このテキストをしっかり読み込んだ感じですかまずは。句は結構文字読むのがあんまり得意じゃないっていうかうん、うん、眠くなっちゃうタイプだったので <A> あのさらっと読んであとひたすら過去問解きながら分からないところがあったら戻ってくるみたいな、うん、じゃあもうその過去問きっかけでまたテキスト復習みたいなそうですねそこの行き来をすごいやって、はいきた、ね、の。あの 演習回数がこれあの本当に1回ですかって1回受験ですかっていうぐらいあの演習回数が多くてですねあのそうですねこの下の、えー、っと私解いた日付と出来具合を二重丸丸三角×で記録しなさいと言ってるんですがあのね普通 1, 1年目の受験でここの枠が足りなくなる方っていうのはあんまいないんですがでこのぐらいあのしつこくしつこく解いた感じですかね。<っ> で,あので割とね最初あの三角から丸になって丸から二重丸になったけどまたちょっと置くと、ね、あの三角になったりだとかっていうところを繰り返して最後安定的に二重丸が取れるようになっていくっていうところを目指していく。で物によっては過去本の解説だとかにこの書き込みを入れたりだとかこれはあの間違ったきっかけでメモを入れたりとか。そうですね間違っ で、さっきみたいにブレイクスルーとか、あの条文とかに戻って、うん、それをどんどん過去問に落とし込んでったって感じですね。うん、で、これがあの該当ページ、ブレイクスルーの該当ページ飛んだら、はい、そこまたリンク入れとくっていう感じですかね。ねはい。で、あの、この付箋が結構ビラビラついてますが、<laughs> はい、これは何の付箋ですか?はい。そうですね。あの佐々木先生から、あの、いつも講義の中で、3回連続二重丸がつくように、それを徹底しろ。 っってていう,ふうにおっしゃられてたんですけどうん、うん、その4回解いても3回連続二0丸がついてないところに付箋を貼って、うん、3回連続二0丸がつくようになったらその付箋を破り捨てるっていうの毎回やってました <laughs>、うんであの。でも結局こんなねあの35問中32問で、えー、受かってもこんなまだ受かって 付箋ビラビラついたまま。そうですね、うん、直前期なんかあの付箋が復活するっていうことがまだあったので。<laughs> ええ。はい。そっか、剥がしてまたちょっとつけたりだとかっていう感じですかね。そうで,すねで、あの過去問も私はやる分量をちょっと相当絞ってるんですが。はい、あの、全く触ってない過去問だとかもありますよね。そうですね。これは、あの、もうとにかく解いた問題を徹底的に固めていくっていう感じですかね。そうですね。あの、先生からやっぱりそこも指示が。 何年分解きなさいっていうのは科目によっても変えていくんですがそこをしっかりあのこんなにしつこく解いたんですかね, <laughs> そうですね。逆にもうそこの絞ったところはもう答えがさらっと出てきて理由も全部完璧に言えるような、うん、あとは関連知識とかにもあのすぐ知識が出てくるくらいまでは解きました。うんうん はい、素晴らしいであのじゃあ今度記述式の対策なんですが、はいあのね、記述式あのレクだと「書式ベーシック」っていうような基礎的な問題集をやるんですがこういった「書式ベーシック」だとかの,あのこれはもう大学ノートでこれ1冊にしっかりまとめていくここに書いていくっていう感じで,そうですねこの解いた履歴だとかっていうの、はい、あのこんな風にね あのついているんですが、これも二重丸参加を目指してっていう感じですかね。そうですね。うん、これは特にシビアに、本当に一文字でも間違えたら。二重丸にはしない,っていうのをて。っ、はいはい、はいはいはい。なかなかやっぱね、二重丸って最初からはつかないんですよね。ねはい。で、これを、あの、しっかり問題ごとに。いつ解いて。で、どういう間違いだったのかっていうのをメモを入れたりだとかっていう感じですかね。そうですね。 でその間違いきっかけでこういう事案だよっていうのもここに書いて、はい、であの過去のこのねまああの解いてる時のメモですかねだとか間違った時のその、はいうん、メモを入れながらでここのこれ見返すことってありました見返しはあまりしなかったですねとにかく書いてもう頭に染みつけて、うん、書いて覚えていくっていう感じそうですね。はいあの ね、こういったものがどっさりたまっていくとどん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 大学ノートとかたまっていくとを <laughs> やったなっていう気になると思うんですがやっぱり記述ってね相当手を動かして書いていくっていう作業なのであのただその反面結構問題解いていくと事案には集中しやすいですよね。そうですすね、うん、集中力ははごい記述は あの集中でできたので、うん、なのであの、ね、記述の問題演習に入っていくようになると択一だとかもうあの読み込みだとかに飽きたら記述っていうふうに素材変えるとまたやる気も復活すると思うので、はい、あのこういったものを、ね、うまくあ,のであと過去の、ね、こうど,んど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 ん丸が増えていく様子を見てあの自分の成長を実感できるんじゃないかなと思うんですが記述とかも結構古典版に間違えた問題これもに間違えたもあったりなんかして。 でそれをどん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 攻略していった感じですかね。まあこれねあのこんだけパーフェクトにパーフェクトそうですね、うん、本当にパーフェクトは本当にパーフェクト1、うん、一文字も間違えず 1>,、うん、1個でも間違えたら丸に落とすたまあそのひな型ちょっと間違えたりだとか、はい、でそもそも論点間違えた、はい、であの壊滅いう壊滅い、ね、うや、ん であの結構最初の方は壊滅まあ論点間違いっていうのも多かったりはして、はい、であの割と基本的な問題集ってあのね3回から5回っていうふうに言ってるんですがもうそれも8回だとか10回ぐらい解いたやつもあるのかなあのこれもしつこく繰り返した感じですかねそうですね、はい、やっぱり記述は怖いっていうのを先生からも、はい、あの伺ってたのであとはやっぱりその性格もあるんですけどちょっとでもあの。 4年を残したたたまま次行きたくなかったんで全部もう完璧に覚えるまで解いてましたね <laughs> ああ素晴らしいですね。であの割とそのねっ四王子って結構ハードな試験なのでメンタルが上がったり下がったりすることって皆さん多いんですがあのでも最後までもう何が何でもやったるぞっていう。 ね、あの意気込みを感じていたんですが。ちなみにお試し音試験通過点で受けられる方って多いんですが。はい、お試し音試験の出来ってどうでした?。そうですね。そんなに良くはなかったですね。まあ、でも春生スタートだったので。あの、もっと前にスタートしている学生の方とかよりは、スタート遅かったじゃないですか。はい、で、あの。 ちなみに、通過点で、民法二十問中、どのぐらい取れましたか。そうですね、十七問だったと思います、はい。で、あの、浅川さんの年のお試し本試験って、結構、お試しで点が取りやすかった年ではあったんですが。ね、お試しで、民法満点取れたよっていう人が、いる、いましたよね、はい、私。ええー、いたって聞くと。 くそって思思いいまましためちゃくちゃゃ、ね、<laughs> もうすっごいなんで自分が1位じゃないんだっていうのは、うん、毎回1位じゃない時はそう思ってましたまあそれをね発分材料で, <laughs> でそれもねあの相まって次時期的にね会社をトライアルでリベンジしたるぞ、はい、で,でも直前期だとかも結構点数良かったじゃないですか<あ>その会社をトライアルからずっと点数良くて。クリスマスマもし とかもね結構点数良かったように記憶してるんですがそうですね、うん、クリスマスもしもまあ、1位じゃなかったんですけど <laughs>、うん、そこ,そこ、まあ、クラスの中では上の方の点数取れたんですけど、うんうんうん そこ生かの人ちょっとそうですね、うん、あのもう僕が聞く前から先生が教えてくれたんでまああのねずっとねあの生クラスでいろいろ話をねあの生クラスの受講生さんって個別面談とかするんですがそれを定期的に伺ってると私の方もやはり性格を分かっているのでちょっとここでツンツンってやるとそうですね。ね目ってやる気を出してくれるんじゃないかなっていうのを分かっていたので、はい、すごく先生はそこがうまかったっていうかも <laughs> 面談のたびにやる気を出しさせてもらえるみたいなところもありました。うん、そこのね、あのうまく勉強に向かってあの本当に気持ちいいぐらいあのやる気につなげてくれてたので本当に楽しみだったんですが、で直前期。 もうあのずっとテストの点数がちゃんと、ね、あの4月の段階から結構良かったんだけれどもまた4月5月6月ってもう気持ちいいお手本の一発合格者のお手本のように右肩上がりで成績に伸びていきましたよね。そうですね最初は伸びてはいったんですけども、うん、最初の1回目の模試の時は自分ではそんなにいい点数取れたと思ってなくてあのそこですぐまた先生に報告しに行ってアドバイスもらったって感じです。うんまあ、でもね あの直前期もあの私あの自習室とかよく覗くんですが、はい、あの池袋のスタッフもあの自習室であんなにガリガリやってる人ガリガリって音が聞こえてこうくるぐらいの,あのガツガツやってる人見たことないぐらいの,あの集中力で勉強されてて、はい、池袋のスタッフの中でも話題になってたんですが <laughs> <laughs> であの直前期の勉強って主に何をしてましたそうですね あの直前期はもらったト連ですとか、うん、あと模試をひたすら復習してあとはそれが落ち着いたらまたあの過去問に戻ってたって感じですじゃあもう手持ちの問題をずっと繰り返してそうですね、うん、全部もう手元にある教材は全部使ったって感じです直前期にこ会社語の条文って読みました、はい、あもう直前期はす これに頼ってたあのさっきその読み込み嫌いって言ってたけども直前期そんななこと言っててられなくて、はい、そうですねあとは最初読むの嫌いだったんですけど一、うん、年やってたらだんだん読めるようになっててそうですね開始法の条文って特に読みにくいんですが、はい、ある程度学習進んでから読みをすると割とねちゃんと整理されて頭に入るとう,そうですねというかじゃあ,あのそれがうまく働いた感じですね。あの 素晴らしくねあの会社をこれであの得意科目にしてっていうところは今後の受験生さんも参考にしていただきたいかなと思うんですがあのでは、長谷川さんが思う一発合格しかもちゃんと成績を安定的に取れて一発合格できた秘訣っていうのはやっぱりあの思うのは1位をずっと狙い続けたことだと思います。はい であのね、やはり生クラスって皆さんがねその和気あいあいしてるわけでもないんですよ、ね、意 <laughs> 外に。で、あのただ、目に見えてライバルがいるっていうのは、いい意味で刺激になりますね、はい、そうですね、みんな本当に同じクラスの人も頭良さそうで、もう入った時もいつもみんな自分より頭いいんだろうなと思う、<laughs> でもやっぱ負けたくはないなっていうのを、このクラスでは一番になり続けようっていう気持ちはずっと思ってました。<laughs> 大事ですね ではあの、ね、これからあの実務の世界に羽ばたいていかれる長谷川さんなんですがあの、ね、これから使用書士を目指される方に何かアドバイスメッセージがあればお願いしますす、はい、そうですね先ほども言ったんですけど2つあって1個はそのずっと小さいことでも1位を目指していくっていうのが大事かな。あの例えばあの自習室に向かかう電車の中とか あとは自習室の中とかあとは講義を受けてる教室とかそういう小さいところでずっと自分は一番勉強してるっていうふうに心がけていくとだんだん自信がついてくるのかなっていうふうに思います。あと2つ目はあの筋トレですか、ね、<laughs> それは何あの気分転換それとも何かこう気分転換ですねあの直前期も最終的に1日14時間くらい勉強してたんですけど 思ってたのが多分人間の体は基本的に14時間机に座るように設計されてない <laughs> なんかどんどんあのエラーが保ってくるんですよ、ね、<ー>気分もめいってくるんでたまに思いっきり体を動かしてそうですね体を動かさないとちゃんと良質な睡眠も、はい、取れないですしねやっぱりたまに筋トレとかするとちょっと頭の働きもよくなるっていうか、うん、あのちゃんとした機能を取り戻せるかも一日のルーティンみたいな感じでしたかそうですねああの自習室 始まりから終わりまで行って帰ってきて筋トレして寝るみたいなは心がけてました。はい、はい、では他なんか言い残したことあります？大丈夫？そうですね、あの食中毒に気を。つけて <laughs> <laughs> そうでしたね。<laughs> はい、はい。あのはい、ね、あのね食あのあいつでしたっけあれ？夏ですね。うん。生もの。結構本当に勉強忙しくなった時に生もの食べて食中毒になったんで。うん コン<の>ピロバクター。そうですね。<laughs> はい、受験中はちょっと生ものは我慢して、合格したら食べれるので。はい。はい。では皆さんもあのね次に続いて、えー、ぜひいただきたいかなと思います。えー、今日は貴重なご意見あの体験談。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。